福地玄一郎、福地玄一郎、福地玄一郎、天保12年3月23日、1841年5月13日、明治39年、1906年1月4日は、幕末から明治時代にかけての武士、幕臣ジャーナリスト、作家、劇作家、政治、衆議院議員。幼名は、矢曽吉。号は、桜地、おうち、新時代。 大地、福地王大として知られる。執筆に我造子の名を用いて、我総先生とも呼ばれた。劇会への影響力から司会では、池の旗の御前とも呼ばれた。天保十二年、1841年、長崎新石会、漆喰町、現在の長崎市油屋町で、十位、福地公安の息子として生まれた。幼児から長川東州について、漢学を学び、 15歳の時に、長崎で、通じ名村八右衛門のもとで蘭学を学ぶ。安政4年、1857年に、海軍伝習生の矢田堀慶三に従って、江戸に出た。以後、2年間ほどイギリスの学問や英語を、森山英之助の下で学び、外国奉行支配通弁護用雇いとして、翻訳の仕事に従事することとなった。万栄元年。 1860年、御家人に取り立てられる。文久元年、1861年には、柴田雛高見について、通訳として、文久県王施設に参加し、ロシア帝国との国境線確定交渉に関与している。慶応元年、1865年には再び、幕府の施設として、ヨーロッパに赴き、フランス語を学び、西洋世界を視察した。そして、 ロンドンやパリで刊行されている新聞を見て深い関心を寄せ、また西洋の演劇や文学にも興味を持ち始める。慶応2年1866年3月に帰国後、外国武行主配長役格、通事御用頭取として、蔵前150票三人口を与えられ、旗本の身分に取り立てられたが、開国論の主張が上位派に敵視されて不平に耐えず、 優に老けった。慶応三年、1867年10月の大政奉還の際には、徳川義信が自ら大統領になり、新政府の主導権を握るべしとの内容の意見書を、小栗忠政に対して提出したが、その意見の妥当性は認められたものの、義信の意向が半然としないことなどの理由から入れられることがなかった。江戸会場後の慶応四年うるう4月、 1868年5月に江戸で広告新聞を創刊した。翌月、将棋隊が上野で敗れた後、同志に強弱論を掲載し、A、ええ、じゃないか、とか、明治維新というが、ただ政権が徳川から薩長に変わっただけではないか。ただ、徳川幕府が倒れて、薩長を中心とした幕府が生まれただけだと厳しく、述べた。これが新政府の怒りを買い。 新聞は、発禁処分、福地は逮捕されたが、木戸高義が取り成したため、無罪方面とされた。明治時代初の言論弾圧事件であり、大上官布告による新聞取締りの契機となった。その後、徳川宗家の静岡移住に従い自らも静岡に移ったが、同年末には、東京に舞い戻り、史跡を返上して、平民となり、浅草の裏長屋で、 夢の者主人、遊女の家一五郎を都合して、下作、翻訳で生計を立て、金垣路文、山山亭友人等々も交流した。その後下谷二丁町で、私塾に新社、後に教官儀塾に、改名を開き、後に、本郷に移転、英語と不都合を教えている。明治三年、1870年、渋沢栄一の紹介で、伊藤博文と意気統合して、 大倉省に入り、また、伊藤と共に、アメリカへ渡航し、会計法などを調査して帰国。翌年、岩倉施設団の伊藤書記官として、アメリカヨーロッパ各国を訪れ、明治6年、1873年に一行と、別れて、トルコを視察して帰国。明治7年、1874年、大倉省を辞して、政府系の東京日日新聞発行所である。 日報社に入社、主筆、後社長、署名の社説を書き、また書面を完了して、発行部数を増大させた。政治的立場としては、全身主義を唱えて、自由統計の新聞からは雇用主義、保守主義と批判されたが、正解に親しくした。明治八年、1875年に、新聞史条例と残暴率が発布された際には、その適用について、 各新聞社が共同で政府へ提出した伺い書の、起案を行った。また同年には、地方官会議で、議長、木戸孝義を助けて、初期官を務める。明治10年、1877年に、西南戦争が勃発すると自ら戦地に出向き、山形有友の初期役も得て、田原坂の戦いなどに従軍記者として参陣、現地からの戦争報道を行って、 ジャーナリストとして大いに名上げた。この東京への帰途に、木戸高義の依頼で、京都で、明治天皇午前で選挙を創上する。明治11年、1878年に、渋沢栄一らと共に、東京商法会議所を設立。また、下役から、東京府会議員に当選し、議長となった。明治14年、1881年、 死疑憲法、国権意見を起草し、また、軍人直有の制定にも関与した。この年、東京日日新聞は1万2000部を発行するようになる。この頃、下屋の茅町の自宅は池畑御殿と称されて、多くの招待客が訪れていた。明治15年、1882年、丸山桜、水野虎次郎らとともに、立憲帝政党を結成し、天皇試験、 近平憲法の施行、制限選挙等を政治要項に掲げた、自由党や立憲改進党に対抗する政府与党を目指し、士族や商人らの支持を受けたが、政府が超鮮主義を取ったため存在意義を失い、翌年に回答した。たびたびの要項以来、親しい市川段十郎や森高いよいよ中村総十郎などと演劇論を語り、 新しい演劇に取り組み、明治12年、1879年には、リトン、マネー、人間版辞金予中など、フランスやイリスの儀曲や小説を本案して、川竹木網や三遊亭窓川朝に提供した。その後、演劇改良論を書き始め、明治19年、1886年の演劇改良会の発起人に加わるなど、 次第に演劇改良運動とそれを実践する劇場の解説に執念を燃やすようになる。明治20年、1887年以後は歴史著作も執筆した。明治21年、1888年には官報発行などにより政府寄りの東京日日新聞は経営不振となり日報者を退社。この年から小説も手を染め政治小説、 風刺小説、ロマンス小説、歴史小説などを執筆。明治22年、1889年11月には、千葉勝五郎と共に、東京の小引町に、歌舞伎座を開場した。福知浜もなく、借金問題により経営から離れ、歌舞伎座の雑記作者となって、活歴物や新舞踊などの脚本多数執筆し、市川團十郎らがこれを演じた。 代表作には、大森彦七、京角春甘笠、鏡獅子、かす曲などがある。明治二十四年、千八百九十一年から上の、西菊の、山戸新聞に小説を連載したのをきっかけに、社長の松下軍事に壊れて、古文閣となって、評論活動を続ける。明治三十六年、1九百三年に、團十郎が死去すると舞台から手を引き、 翌年の第九回衆議院議員総選挙に東京府東京市区から無所属で立候補して再開当選を果たすが、この時にはすでにかつて福沢諭吉と並び称されたような社会的影響力は失われていた。明治三十九年、1 9十6年、議員在職中に死去、去年六十六、葬儀は増上寺で行われ、谷中霊園に葬られた。 福知の文化面における功績は大きく、多くの著作を残している。福沢諭吉と並んで、天下の総福と称された。明治20年、1887年に翻訳した、ベンジャミン・ディ・ズレイリ、カニングス・ビーは、少年に歓迎され、北村東国もこれに感銘を受けたと言われる。明治20年代に、徳富祖宝の国民の友氏に、幕末の回顧録を連載し、 幕府水膀論などにまとめられている。明治27年、1894年に、渋沢栄一が徳川義信興風を王子に書かせようとしたが、王子の多忙と、その後の病気で完結せず、死後に、小野義行によって完成した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。